お、ダイヤモンドシティ。あ、いきなりオープニングから始まるんだ。ピョロ大ヒット。ピョロあったな。いや、あのね、ゲームボーイアドバンスのメイドインワリオはやったことあって、なんかあったよね、おまけゲームみたいな。ワリオの会社。あ、こんなんなんだ。日照剣ガン虫の立地だな。ワリオだ。俺様の、めっちゃいるあ、こんないるの、社員的なの。お、すげえ、フルボイスなんだけど。いや、あのメイドインワリオってワリオがゲーム会社作って、そこで作ったゲームっていう設定なんですけど、あ、こんな社員増えたんだ。めちゃくちゃ人望あるじゃん。マリオよりよっぽど人望ない？あ、投げた。え、うんこボタンある。お、何？おー、吸い込まれてる。あ、こんなストーリーなんだ。へえ。ゲームの中にワリオたちが吸い込まれる。いや、すごいな。半分ぐらい知らないキャラだななんかこのロボットとかアフロのやつとか見たことある感じあるんだけど、こんなキャラ増えたんだね、メイドインワリオって。お、吸い込まれた。いや、ワリオって最初完璧にマリオの悪役として生み出されたキャラだけど、最近はもうマリオの世界の両津勘吉みたいなポジションになってるよなはい、じゃあというわけで、お裾を開けるメイドインワリオはワリオやりましょう。あ、なんでやろうと思ったかっていうとね、ミニゲームにファイアーエンブレムのね、風化雪月のミニゲームあるらしいんですよそれちょっとやってみたくて、はい、まあやっていきましょう。メイドインワリオはね、ゲームボーイアドバンスのやつだけやったことあって、うん、当時ね結構好きで遊んでたんですけど、プレイ人数1人。だからゲームボーイアドバンス以来だな、メイドインワリオやるの。ミニゲームをひたすらクリアしていく感じのゲームだったよね。ワリオ。これやったらいいのかな？すげえ喋るな。ワリオってもう日本語喋るようになったんだ。あーとかっていうイメージしかなかったけど、マリオパーティーで。あーみたいな。ん？あれ？体が軽いと思ったら宙に浮いてるじゃないか。てか、ストーリーモードとかあるんだ。あれ、ゲームに吸い込まれたんだよね。ゲームの中だからかな。まあ便利なのでよしとする。あ、もう全然考えないわ。こういう状況でも全くくよくよ考えないわ。金儲けのためにお宝を探したり、ゲームを作ったり。ニンニクが大好きでいつもちょっと臭いやだな、いつもちょっと臭いの。よく社員集まったな、そんな社長で。はい、じゃあまあ次へ。ワリオは向いている方向にアタックします。ほう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 。え、お、普通に、あ、何、アクションゲーム始まったよ。あ、ミニゲームじゃないの。え、こういう感じなの。おい、倒せ。あ、これ敵なんだ。押し込む。え、何これ、なんか全然違う俺の知ってるメイドインワリオと違うんだけど。これは俺様が作ったステージ。手始め。え、すごい、なんかめっちゃ進化してるな。ん？これ敵じゃない？さっきの。あ、入った。あいつの通った跡が汚くなっているぞ。ああ、なんか黒くなってんな。まずい、俺様のステージも汚れてしまう。あ、あいつがなんか悪さしてるってことなの。ほら待て。メイドインワリオだねこれ俺の知ってるメイドインワリオとだいぶ違うな、なんか。あ、宇宙だ。ん？何？いや、何あ、お、リズム天国のやつらじゃん。え、こいつは見たぞ。え、世界観リンクしてんのこれ、リズム天国と。あ、そういうことなんだ。へえ。おお。え、遊んでる。え、何、どういうこと？ちょっと待ってん、これさっきの続きだよね。あれ？いや待ってああ、ゲームスタートなんだ。いや、もうあれだな、考えるな、感じろって感じかな、ここは。もうストーリーとかいいだろっていう。ああ、え、移動アタック。ああ、メイドインワリオだ。あ、こういうことね。あ、なるほどなるほど。プレイヤーキャラがいるんだ。はい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 。眠らせる。あ、こう。ああ、そういうことね。はい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 。すげえ、全然違うな。なんか指輪やつってさ、鼻の穴に入れるみたいな、そんなん取れ。ああ、これを取るの？はい、取った。あ、幸せそう。よかった。あ、そういう世界観だったのね。胃の中に突き刺さってるってことだった。はい、スピードアップ。え、誰？クリケットワリオさん。え、こいつ知らない。新入社員だ。俺の知らないやつ出てきた。ヤングクリケット。強さを求めてマンティスの元で。マンティス誰だよ。知らないやついっぱい増えてる。クリケットはジャンプが得意です。ああ、はいはい。ああ、マリオね。あ、こいつはマリオみたいな動きなんだ。なるほど、キャラクターによって。はい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 、動かし方が違うんだな。え、これ、あれ、ちょっと待って、積んでない？あれ、ああ、直接いけんのか。なるほどね。え、次はこいつを操作する。あ、また増えた。18ボルトも。あ、こいつは知ってるわ。ここに来てから頭のディスクがいく。こいつアドバンスの時にも言ったよな。これなら動かんでもよかね。こいつこんな方言キャラだったっけ？あんま覚えてないんだけど。ラップが得意な。あ、小学生なの？たまに大人と間違われることが。いや、たまにじゃないだろ。常にだろ、これ。むしろ、小学生だと思うやつ何なんですか？あー、なるほど。あ、こいつはシューティング的な感じなんだ。え、全然操作感違うな。じゃあ、他のやつだと。はいはいはい、こういうことね。これはやっぱ、そのキャラ用の、そのミニゲーム。あ、なるほど。移動もあんのね。はい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 。え、すごっ。3人で交代しながら戦いましょう。交代しながらやんの？あ、こいつになった。全部光らせる。あ、星をね。はいはい。え、むずっこれ。毎回あ、操作変わるんだ。そういうことね。覚えろ。はい。え、なになに？回す。ああ、そういうことね。待って、左。よしよしよし。ブサイクだな。一射。あ、ワリオになった。次はワリオ。やつ？ああ、あれね。ちょっと待って、浮くのどうやんだ。ちょっと待って、これミスるのなんか恥ずかしいな。なんか老化してる。鼻を守る。ああ、そういうことね。これで追い出す。やったー。どういう世界観なの？全部出せ。何？いや、待って、これ浮く。ああ、はいはい、スティックで。ちょっと待ってくれ。違う、老化とかじゃない、これは。抜く。ああ、こういうことね。はいはいはい。いや、ワリオだったので。いや、そう、やること分かればこんなもんね、分かんだよ。いや、まあ大体そうだと思う。あ、ボスステージ。ボスとかあるんだ。お、始まった。ん？何？ボス？おお。なんか出てきた。もうなんかもう。お、危ね。あ、そういうことか。なんかもうすべての造形物がキモいな。いや、まあワリオだからこれでいいんだろうけど。ワリオが作ったゲームっていう設定だからね。キモいわこいつら。愛せないわ、なんか。お、なんかこれなんだよ、陰謀みたいなの浮いてる。あ、でかっ、なんか。おお、はいはい、そういうことね。いや、マジこの背景の陰謀なんなの？おい、天下の任天堂がこれ。ああ、ちょっと待って。あ、一発でダメなの？あ、一発アウトなの？いや、ちょっと待って、また最初からか。待てよ、ちゃんと待って。あ、いけるかな。よし、やったー。いや、この感じの中で風花雪月のミニゲーム出てくるのこれ。すごくね、マジめちゃくちゃな世界観だな。同じ会社のゲームだからって。好き勝手だなあ。やった、これでクリアか。あ、次のステージね。モナ、生活。モナ、この子はなんか見たことあるな。あー、こんな感じでステージ進めていく感じなんだ。ここも汚いな。お前が言うな。お前が汚いという言葉を使うの。ワリオ王子様、みんな。ワリオ王子様。お、出た。わ、このバイク止まらない。ワリオ王子様って呼ばれてんの？え？うわ、かわいい。バイトや部活で毎日忙しい女子高生。でもワリオ女子高生に憧れられてんの？いや、おい、どうなってる。マリオよりよっぽどモテてるじゃん、ワリオ。あ、へえ、なるほど。ブーメランを飛ばせるんだ、モナは。すごいな。なんか属性モリモリだな、この子。はい、そういうことね。使いやすくね？ワリオよりよくね、これ。キャラクターセレクターあるんだ。すごいな。マジで俺の知ってるメイドインワリオじゃないな。どうしようかな。じゃあ18ボルトとマリオ入れる？ちょっとワリオ今回休みにしとくか。じゃあよしやろう。いやモナがかなり使いやワリオの上位互換なんじゃないかっていう。あ、なんか始まった。でかっ、モナの家。なんかいるよ。モナーズなんだこいつら。ちょっとしもべがいるじゃん、動物の。お嬢様 JK なんだよモナって。おなんかめちゃくちゃしてないあいつら。ただいまー。帰ってきた。おー、めちゃくちゃにされてる。おい、とんかつ深いだろこんなん、豚野郎。いや待って、こいつら何なの。モナブーメラン。そんな名前ついてんの。強っ。いやモナが一番壊しない家よ。怒られてる。象の鼻で掃除してたけど。掃除機みたいに使ってたけど。そういう役割があるのそいつ。次の続くんだ。いやまたかよ。こいつら懲りてねえな。おい、モナに養われているという自覚あるのかこいつら。いややっぱり。いや何これ、紐3人を養う金持ち女子の苦労みたいな、なんかそういう暗喩なのか。始まった。なるほど、この設定。待って、逃げろ。何から。この埃を逃がすのか。そういうこと。座れたけど。いいんだ。なんだ。繋がってんだね、ムービーが。出せ。はい。いや、めっちゃ絞ったな。内容量少なすぎない歯磨き粉の。モナ来た。つなげる。そういうことね。はい。こうだ。オッケー。なんか来た。なんだこいつ。作画コストめっちゃ低いやつ来た。でも楽しいな、メイドインワリオ。見つかるの。これは隠れるのかな。行こう。蝶じゃねえ。申し訳程度のカンフーキャラ。博士。こういうことね。美人出てきた。モナちゃんが作ったっていう設定だから、なるほど、可愛い女の子が出てくるのか。呼び出せ。こう。いや、何回押すの。一回で出てこい。そしてまた作画コスト低いやつ。でもモナちゃん描いた絵ってことなのかな、落書きみたいなキャラも。片付けろ。はい。で雲もダメなのか。いや雲は下から叩いたらよかったのかな。鼻につめ。何を。これはどうなの。いやダメなんだ。鼻の穴にインしないとダメだったのか。中さん、右だ。よし。オッケー。いやすごい、脳の普段使わないとこすげえ使った。これはブーメランか。こういうこと。オッケー。いや全然それてなかったけど。めちゃくちゃ反り残しあったけど今の人。ベイビー、こういうこと。揺らさい。いやめちゃくちゃすごい勢いで揺らしてる。いいんだ。揺らしすぎじゃないか。ちょっとした絶叫マシン並みに揺れてたけど今。スピードアップ。よし、電気をつける。見えないんだ。やった。すごいのいる。たまに出てくる作画コスト低いやつ。こうが。よし終わった。めっちゃ札束あのタイプの貯金箱に入れるやついる。線を抜く。そういうことね。頑張れ。よし。もう腹立つ顔。もっと気持ちのいい笑顔で喜んでほしいわ。ボスステージだ。これでラストってことね、モナちゃんのステージも。ボス。なに。なに、説明がない。箱に入れろ。なるほど。見本のやつが上で、右に足りないやつを、これがマグカップだ。これを、こういうこと。ここに、待てよ、入れる。そういうことね。はい。いや、何このチークゲー。俺、4、5歳児ぐらいだと思われてない、なんか。いや、これでしょ。さっきと一緒じゃないの。よし。うわ、なんか来た。ちょっと、めちゃくちゃゴキブリじゃん。いや、そのオバキューみたいな目と靴つけても、キモさ全然マイルドになってないから。こうじゃない？よし、やったー。クリアした。めちゃくちゃ簡単だった。いや、アラサーがやるミニゲームじゃないよ、これ。俺が25年前にピコとかでやるべきゲームだ。ピコ伝わんないのかな。ピコってね、あったんですよ昔、そういうゲームできるおもちゃが。任天堂来た。任天堂ステージ。いやこれはあるだろう絶対。俺が求めていた、俺がやりたかったミニゲームあるんじゃないのこれ、任天堂。ナインボルト。9ボルト。こいつは知ってるな。アドバンスにいたよな。てか、アドバンスの時もさ、任天堂モチーフのステージみたいなのあったよね。あ、はいはい。ヨーヨーを打つだけか。あ、移動も勝手にやるんだね、これ。全部壊せ。あ、これむずっ。はあ、なるほど。いやいや、モナちゃんが使いやすすぎて。全員モナちゃんの介護官みたいなやつばっかじゃないこれ。話す。はいはいはい。そういうことね。掴んで、あ、向きも変えれると。はい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 。よし、やるか。じゃあこの3人で。任天堂ステージ。いや、楽しみだな、普通に。その、風花雪月以外も楽しみだな、任天堂。あ、またこれあるんだ。毎回この謎の前振りムービーみたいなのあんのね。ああ、9ボルト。え、なにこれ。なんか、アニメのオープニングみたいだな。スタッフクレジットを載せてても違和感なさそうなムービー。あれ、てかこの銀髪の女の子知らないな、俺。こんな子いるんだな。え、家族なのかな？ 9 ボルトの家。あ、一人暮らししてんの ?9 ボルトって。おやすみ。あ、ママ。あ、ん？面白 AR ゲーム。何？え、その生き物何？この絶妙にキモい生き物何なの？同棲してんのこいつと。あ、え？あ、お母さん、あれ？お母さんも住んでんのここに。おー、目光ってる。あ、その、お母さんの目を盗んでゲームで遊ぼうということか。もみあげすごいな。9ボルト。子供がやっていいもみあげのボリュームじゃないだろう。あ、始まった。おお。あ、これ AR ゲーム。AR って、あんま普及しなかったね。思ったより人権なかった。あ、始まった。おお。ああ、動物の森だ。どうやって？あ、割るの？ああ、よかったね。すごっ。動物の森だ。正しいもの。おお、ゲームキューブ。なになに？え？あ、違うの。あ、正しいものを残すのか。そういうことか。はい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 。出せ。おお、スーパーマリオランド。やったー。いや、これくっそむずいんだよな。くっそ難しかった記憶ある。スーパーマリオランドって。あ、倒せ。あ、ドンキーコングだ。これは？いや、待って。ああ、下からでも OK なんだ。優しい。よかった。いや、これ来るな、絶対そのうち。登れ。ああ、いいのこれで。技術が発展したアイスクライマー。スピードアップいいね。いや、これそのうち来るな、絶対。取れ。お、コインか。よし！チョロボン、久しぶりに見たわ。10年ぶりぐらい見たわ。おお、ブレワイだ。ああ、そういうこと？オッケー。ビタロック、すごっ。最新ゲーム全然出てくるね。これと、これ、よし！柔らか頭塾。あったね、そんな。あ、キノピオ隊長。あー、違うわ。いや、むずっ、ちょっと。難易度上がってきたよな、やっぱり。回せ。これ何？フル何これ？こんなんあったの？これ任天堂？多分任天堂なんか思っちゃうよね、あれ。あ、ちょっと待って、これ、あーいや、こういうの苦手なんだって俺。すごいマリオのやつ。やべやべ、ライフあと1個だ。挟まれる。いや、何これ。いや、ちょっと無理。ガー悔しい。いや、待って、もう一回やらせてくれ。まだ会えてないから俺。あいつに会うまではやめられねえ。よし、やろう。まあ覚えゲーみたいなとこあるからね。正しいものを残すのね。オッケーオッケー。だからこれとこれで、よし。あ、起動してる。じゃん。いや、じゃんまでやれよ。じゃんのとこが一番気持ちいいんだ。登れ。あ、これね。待って、いや、むずい、マジで。はっ、よし。危ねえ。あ、キャラによって難易度全然変わるんだ、これ。あ、そういうことね。面白いな。出せ。はいはいはい。ちょっと待って、マリオ。よし、危ねえ。ちょっとマリオ、ちょっと俺、こいつマリオ苦手かもな、マリオ操作のやつ。苦手だわ。あ、来た。ゴー。ああいや、てか直接手渡せや。なんでそんなめんどくさい渡し方してんの、プレゼント。あ、出た。よっしゃいや、9ボルトむず、マジで。ちょっと。いや、ちょっと9ボルトとこのマリオのやつむずいわ。あ、そうさ。いや、来た、もう。ちょっと待っていやマジで恥ずかしいんだけど、なんかめんどい。何これ何これ、あぶね、バッジトレイルセンターだろこれ懐かしすぎるあったなあ、いブレワイね。あてまて、こうこうこう、よしいけ。いや自分でやれよ、リンク見てるだけ。出口に届けろ。出口、うわメトロイドだこれは。あ、こういうこと。いや自分でやれ全てのキャラが要介護キャラになってる。任天堂キャラを介護する意味で。これとこれ、よしオッケー。柔らか頭でやったことないんだよな地味に。あ、キノピオ隊長ね。こう、よし早っものすごい急加速したのキノピオ隊長。よしスピードアップ、いいぞいいぞ。これ何面まであるんだ。5、はいチークたまにチーク挟まるな。5歳児だと思われてるのかな。あ、これか、よしはいはいはい。いや9ボルトのこれが難しすぎたんだ。めっちゃ簡単じゃんすごいすごい。いや確かにクロードはすごい。パーフェクトティータイム PTT いただきました。2年ぶりぐらいもらっちゃったな PTT マジで何の前触れもなく出てきた。めっちゃ笑っちゃった。おお、なんだこれ。あ、マリオワールド。はい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 。あ、こういうことか。オッケーオッケーオッケー。でこう来て、うわすごっ、めっちゃマリオワールドじゃん。おお、でこっちひたすらゴールに。ちょっと待って、ああこういうことね。はいはいはい。このコイン集めるのなんか意味あんのかな。まあいや、とりあえず危なくない、危ないよね。よかったコイン集めた方がいいのこれ。コインなんか意味ある。あ、 P ブロックこれ叩いた。よし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 。で、あ、待ってむずい、待ってちょっと待ってクソプレイすぎる。あーゴールドやったーいやなんかマリオができなくなってきてる自分に落ち込んでくるわなんかやったー、ボス倒したぞー、クリアか。いやてか待って、なんでクロードなんだよいや好きだけど違うんだよ。俺が会いたいのはクロードじゃねえんだよ。ちょっと待ってくれ。図鑑で、図鑑、任天堂、ある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 。いや待って、なんでサムネクロードなんだよ。いやクロード以外もいるよねこれ。いや俺の人生ってなんかあいつに会いたかった時になぜかクロードが出てくるっていう、なんかそういう人生なんだよファイアーエンブレムヒーローズでもさ、あいつが欲しくてガチャ引いたのにクロード来たことあったはい来たクロード。偉い偉い、クロードは偉い。偉いっつうか賢いな。てか支援が全然溜まってないな。クッキーじゃんまだね、机の上のあれ。支援が溜まるとだんだんゴージャスになってくんだよね。気持ちを伝えろオディミかっこいいぜよし若干画質が悪いオディミいただきました。いやー久しぶりだな。姉さん、あ姉さんもあるんだ。頼りにしています。頼りにしていると私らキューベルトも来ていたようだぜ。すごいね、9兆全員出てくんだクロード。いやかっこつけてんだろあ、傷つけてしまった。いや俺クロードってかっこつけてると思うけどある程度は。うわーオディミン、あーナイス。いやナイスとか言わないけどないや風花雪月の世界ナイスとか横文字出てこないですから、その辺ちゃんとしてるゲームですから。お姉さん、姉さんいつもありがとうございます。もう当然の選択です。ヒューベルトともセットで考えてごめろ。いやうさんくさいわお前いやミスじゃないミスよこれ。俺がちゃんと風花雪月をプレイした上での感想だから。クロードに対する頑張れ。いやでもディミトリに頑張れ俺あんま言いたくねえんだよな。ディミトリには頑張れが禁句な時期あったからね。姉さん、いつもあれさっきと一緒でありますな。レパートリーもっと増やしてほしいですなやべこれ楽しい。おもろあダメだった。ちょ迷ってる間に、いやクロードの選択肢だけプレイ済みのやつが考えてないよこれ。いやちょっと頑張れ言いたくないんだって俺だから。まあいいや、ディミトリを傷つけたくねえから俺なるべくこういうミニゲームでもよ。さあ姉さん気持ちを伝えろ。いやもうレパートリーが一緒ですな新しい選択肢欲しいですな。サークロードおめろ怪しいわお前。いやいや傷つかないってクロード怪しいって言われてもははは先生は正直者なんだなとか言って喜ぶって好感度上がるって楽しかった久しぶりにオデミたちと茶をし分けてめちゃくちゃ楽しかった。ありがとうメイドインマリオ。風花雪月を遊ばせてくれてありがとう。久しぶりに楽しかったです。お疲れ様です。